箱根クルーズの職人技の秘密。神様に祝福されると言われる鹿児島、日本九州の最南端に位置し、火山と温泉で有名です。火山の地理によって恵まれたミネラル豊富な空気と天然のアルカリ性水は、鹿児島を最高品質の黒酢醸造の最適な場所として最終に選ばれました。200年も醸造歴史を持つ黒酢は、自然の恵みと地域の素朴な精神との温かい出会いから生み出されました。一滴の黒酢エキスは最大1000日夜の自然発酵過程が必要です。当社角井田はですね、約16、17年前からですね、黒酢の方をこの福山町の地区で醸造を始めております。いろいろ条件がやっぱあるんですけど、黒酢を作るのに対してですね、環境がやっぱ整っているということですね。やっぱ200年前から続く伝統工法、外でですね黒酢を作りますので、温暖な気候であることですね、上からのやっぱ太陽光と下からの地熱で、じわじわ熟成が進んでいくと言われております。まず黒酢の原料としましては、玄米、麹、水で黒酢を作ります。で、そちらをですね、工場の方で製造して計量してですね、こちらの壺畑の方に持ってきまして、で1本ずつ職人たちがですね、丁寧に仕込みをしていく。仕込みの方もですね、春と秋に年2回、約1000本から2000本という数量の仕込みをしてですね、当社の場合は3年、必ず3年間熟成してですね、製品化する流れとなっております。昔からのですね、伝統工法を守るっていう意味でもですね、当社の方は昔ながらの本当の製法をしながらですね、さらに近代的なですね、アミノ酸だったり、研究してですね、健康に体に良い黒酢作りを、考えて行っております。当社で使っている壺はですね、ほぼ信楽焼になっております。やっぱ当社の角井田の黒酢はですね、長期熟成、にこだわっておりますので、壺もやっぱ長期間熟成に耐えられる壺ということで、あとはやっぱり職人たちが、使いますので、持ったりするので、ある程度、使いやすいのが信楽焼になっています。やっぱ当社のは特にですね、アミノ酸にこだわってまして、アミノ酸をたくさん含んだ黒酢ということで、必須アミノ酸ですね、黒酢の中にたくさん入っているということで、アミノ酸やっぱ健康にいいって分かってますので、そちらの方に力を入れています。この福山町の地区ではですね、焼酎に少し一滴二滴入れたりですね、あとはお刺身を食べるときに醤油に、数滴入れたり、そういう使い方をしております。やっぱ昔はですね、やっぱこの年配の方にお話を聞くとですね、よく焼店、なんとか焼店というそういう形の前に一坪二坪あってですね、そういう作り方をして、そこで使用してたっていう言われてます。本当自然の中で家庭で使われてたと聞いております。黒酢はもう体にいいっていうのは浸透してきてると思いますけど、やっぱりそうですね、やっぱちょっと苦手な方も多いとは思うんですけど、やっぱり自分に合って飲みやすくてですね、やっぱ薬じゃないんだの、継続して、飲み続けられるのを、ぜひ選んでもらえればと思っております。仕事なんでこだわりですね、やっぱこの部分は譲れないっていう、自分たちの仕事は3年後4年後の仕事をしてますので、やっぱその先のお客さんの顔を、思い描きながらですね、やっぱりその一つ一つの仕事を大切に行っていくことを心がけています。日本黒酢が健康的に痩せるに重要な効果があることに注目し、ペロス専門家チームは2年かけて黒酢の健康的なベネフィットについて研究し、希少なエキスを全層健康管理セットに加え、栄養素の天然成分で健康的に痩せる目標が達成可能になります。全層はあなたの健康理想達成のファストチョイス。